もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙が毎週サイトで紹介された内容をピックアップしながら楽しくおしゃべりします。こんにちは。お酒を飲まなくなって早6年ぐらい過ぎましたけれども、私の好きなビールはスーパーボックです。はい、というわけでスーパーボック、スーパーボック、はい、というわけで今日もさとこさんとローズさんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、スーパーボックってあのポルトガルのビール？あ、そう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 、マカオで。あ、そうよね、日本じゃないよね。スーパードライかと思ったら、うんうん、と思ったそう、日本に帰ってきてからも飲んでないですけど、お酒は。もともと好きじゃないの？もともとそんなに強くないんですけど、あの、うん、妊娠してからもさらにもう飲まなくなっちゃって。あ、そっかそっか、うんうんうん、そうそう。でその後もなんかずっとあの粉ミルクを飲まない子だったから、もうずっと母乳だったんで、もうその時に、あ、そっかそっか、そうそう、そで授乳終わってもなんかわざわざ飲む気になれずにみたいな感じでずるずる、はい、飲んでないです。はいですね。ローズさんはビール好きですよね？そうですよ。でも私もそうだ、あの妊娠と授乳で多分3年ぐらい飲んでなかったんですけど、うん、でその時別に飲みたいとも思わなかったし、うん、私このまま飲まなくなるのかなと思いきや、なんか普通に戻ってますね。普通にね、普通にビールもワインもね、うん、はい、何でも何でもそうですか、うん、なんか好きな銘柄とかもあるんですか、ビールは？ビールはね、私ね、あのレッドエールっていう、あ、銘柄じゃないですけど種類かな、レッドエールっていうね、うんうん、アイリッシュパブで飲んだのが美味しくって、まあ、そこに行かないと、あんまり、そこに行ったらアイリッシュパブに行ったら近所の必ずそれ飲みます。うん、あ、私も基本的に何でもですから幅広くね、幅広く、うんうん、アムステルビアとかな、ハイネケンですね、オランダといえば。あ、うん、ああいうライトなものも全然好きだし、うん、まあ、黒いのはねちょっと飲みづらいけど、でも飲みますね、ゆっくり。あ、黒いのもあるんですか、オランダ？ありますよ、あのクラフトビアがあってね、あの、はいはい、いろいろ薄いのからこうその間のがだん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 あって、なるほど、ね、黒くなれば黒くなるほどアルコール度数も高いんですよね、もう 10% ぐらい。あ、そうなんだ、へえ、種類多そうだね、本当に。うん、さとこさんもね、なんかちょいちょい飲んでますよね。はい、ちょいちょい飲んでますね。私もやっぱりなんか炭酸が好きなのか、まあ、ビール好きですね。ビールだとやっぱりあのアサヒスーパードライをなぜか買ってしまう。好きな理由はよくわかんないんですけど、アサヒがあったらアサヒスーパードライですね。あ、え、マカオにも普通に売ってるんですか、日本のビール？売ってます売ってます。高いですか、やっぱり？若干高いですね。アサヒとキリンが多いかな、うんうん、もうたまにモルツもあるかな。へえ、あ、私モルツ派だったな、日本に住んでた時。ああ、お高め。そうだったっけ？そうだったかな。そうよ、なんか高いといえば恵比寿じゃなかった？恵比寿もあるね、マカオね。恵比寿も高いね。まあ、私恵比寿よりモルツ。あ、本当？あ、そう。でもな、妹に札幌黒ラベルが美味しいよって言われて、うん、はいはい、で最近結構日本帰ったら札幌黒ラベル、この選べたら、なるほど、そうなんだ。確かに、うん、どれでもいいんですけどね。どれでもいいんですけど、飲めればね。まあね、どれもいいんですけどね。はい、というわけでね、そろそろコラムのご紹介させていただきたいと思います。はい、今回のコラムは2021年6月14日ベルギー在住のホーゲデウア陽子さんが書いてくださったコラム、アントワープ市民にこよなく愛される老舗レストランカフェエルフデヘボットですね、というコラムからおしゃべりしていきたいと思います。うん、はい、ベルギーのね、うん、ベルギーの老舗、うん、
そう、ベルギーはやっぱりビールも有名だもんね。そうですよ、うん、種類がいっぱいありますよね。そう、うん、そうで私もその陽子さんに教えてもらったので初めて知ったのが、そのほらこのビールにはこのビールグラスっていうさ、え、ね、ビールによってグラスを変えるんですよ。知ってた？知らない。そうそう、もうその醸造所があの、うん、ビールとグラス専用のグラスを用意してるんですよね。あ、でもいいね。ね、そうなんだよ。そうで、そのグラスもさ、こうワイングラスみたいにこう足があるっていうのね、そういうグラスが多かったりするよね、うん、ベルギー。そうそう、なんかね、こだから濃さによって違うんですよ。あのなんだ、あの、まあ、スーパードライみたいなピルスナーだったら足はついてないですね、大体。あのいわゆるコップ型、あ、軽い系のはコップ型なの、うんうん、で、うんうん、足がついてるのは割と中ぐらいの濃さから濃い。へえ、うん、あ、そういうもんなんだ。やっぱりちょっとヘビードに合わせて足があるかないか、はい、うん、へー、なるほどね。そうなんだ、知らなんだ、なんでだろう、うん、なんでこの手の体温が伝わんないようにとか、多分、うん、うん、多分そうだと思う。そういうのも関係あると思いますよ。へー、やっぱりスーパーとかでもあの、うん、ビールとグラスセットで売ってたりするんですよね。そうなんだ、うん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 、だから私いくつか持ってる。いくつかじゃなくていっぱい持ってんじゃないの、ローズは。いや、私はあのミニマリストになりたいからそこまでこだわってないんですよ。また引っ越しもあるかもしれないから。そっかそっか、何種類かだけ。へえ、面白いね。ポップ付きなんだ、お酒でもね。うん、やっぱ集めてる人いますよね。集めたくなっちゃうよね。うん、可愛いもんだって。なんかちょっとね、ちっちゃい感じで可愛いんですよ。そう、それなんかね、グラス、そう、デザインもね、いろいろあったりするんですよ。足の部分がなんかの形になってたりとか、うんうんうん、もよく知らないけど、やっぱ多分ね、うん、こだわりがあるんじゃないですか。知らないけど、あまり知らないけど。うん、そっかそっか。なんかじゃあ、まあ今ね、コロナがあれですけども、まあ、オランダもね、飲食店が開いて、なんか行きつけの、うん、なんかそういうバーとかカフェとかってありますか、ローズさんは。だからそのね、アイリッシュパブは結構お気に入りですね。お、いいね、今も。ただね、ただサッカーもだからちょっとうるさい、暗くてうるさい。私は、うん、まあ、ビールとそこの食事も結構好きなんですよ、アイリッシュ。うんうんうん、うん、そのビールがね、レッドエールのタップで生だから、結構ね、うんうん、美味しくて人気あるんですよね。あとね、あと私あのオランダのハーレムっていう町に住んでるんですけど、うん、そこの、あの、まあ、ハーレム市民がの自慢の教会を改築したクラフトビア、わあ、ヨペンというところがあって、うん、あのそこもちょこちょこ行きますね。やっぱお酒飲むときはさ、このお店の雰囲気すごい大事よね。大事だよね、確かに、うん、確かに。だから今回のこのコラムの写真のすごくない？一個一個、あー、うん、ね、テーマレストランだもんね、ここがね。ある意味そうですね、確かに、うんうん、すっごい見られてるって感じ。悪いことできない、確かに、ね、そう、人形じゃなくてなんていうんだ、これは聖像っていうんだっけ、その教会とかね、うん、そのキリスト教がテーマになってるレストランなんですよね、うん、なのでたくさんこうマリア様だったりとか、ね、たくさんの聖、うん、聖像たちがこう見守ってくれてたりとかするんですけど、見守ってくれてるのかな、見守ってくれてる、うん、そうそうそう、うん、でも行ってみたい、ね、確かに、あの、うん、場所もね、あれですよね、アントワープの、あのフランダースの犬に出てきた、うん、あの教会の近くですよね。ねえ、うん、建物自体は1425年らしいですよ、うん、確かに。だからさ、なんかそんなに掃除とかしなくてさ、上の方に蜘蛛の巣とかが張っててもなんかそれも合わせてのテーマかなみたいな感じにさ思えちゃう感じじゃない、この雰囲気が、ね、うん、面白いこと言うよね、さとこさん、うん、いや、なんかそうじゃない、ここは、うん、込み込みでね、うんうんうん、そんな気がするわ。そうか、行ってみたいですね、ここはね。なんか、うん、ね、陽子さんの旦那さんとかもよく行ってたっていうお話なんですよね。ね、なんか有名らしいですよ。そうだね、うん、なん
か調べてたらね、同じ名前のお店がオランダにもあるみたいだった。でもここまでこんなあのインテリア凝ってなさそうだったけど、うんうん、でこのお店の名前が11階、モーセの10階ってあるじゃないですか、うんうん、それをもじって11階目、うん、ここでビールを飲まねばいけないみたいな、はいはい、そうだね、いうお店おきてになってるんだもんね。そう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 、言い訳に使えるね。そうそう、酒飲みのね、言い訳、もう飲みますともう、うん、罪深い私がみたいな。そうですね、清めますとか言ってグググみたいな感じで。そうだそうだ、面白い、うん、へね、あとね、うんうん、定番のムール貝とかビタボーレンって知ってます？2人知らないです。小さいコロッケみたいな感じなんですけど、うん、丸くて、へー、うんうん、オランダでねよく、ま、スナック的に食べられてるものなんですけど、うんうん、美味しいですよ、うんうん、美味しそうね、食べてね、ビールに合いそう。中は何なの？中はジャガイモなの？あ、うん、ジャガイモ、まあ日本のとそんな変わらないから、ちょっとクリームっぽいかな、うん、ジャガイモとなんかお肉とか、うん、うんうん、食べたい、うん、いいですね。いいね。ね、うん、なんかね、メニューとかもこのなんか聖書にのっとったメニューになってたりとかして、名前がね、うん、はいはいはい、そう、勉強になるよみたいなのも書いてありますね。うん、うん、そのシャレっ気がなんかまたいいですよね。確かに、うんうん。ね、日本もなんか仏教の教えが学べちゃうカフェとかバーとかね、あったら面白そう、うん、流行るんじゃないですか。だってほら禅って流行ってるから、ね、か禅カフェみたいなのないのかな。まあありそうな感じはするね、知らないだけでね。ね、禅カフェ、うん、禅のね、なんかこのなんていうの、コンセプト的には入ってそうですよね。うんうん、おしゃれ禅でしょ、それは。おしゃれ禅、おしゃれ禅よ、別にさ座禅でさ、後ろからお嬢がえいみたいな感じでさもうビールかお茶かこぼれちゃうこぼれちゃう、そういう、そっちじゃないやつね、そっちじゃない、おしゃれ禅の方か、おしゃれ禅、おしゃれなところだけ、うそうだね、うん、はいはい。でもヨーロッパでやったらね、ヨーロッパでやったらやるんじゃない、そうそうそう、外国人に人気が、もうエントランスにはあれでしょ、うん、あのもうブッダとか仏像のでかいのがこうやってゼーンってこうさ、鎮座したりするあれね、あれね、好きなんですよこっちの人。わかる、インテリアショップ絶対あるもんね。そう、インテリアショップに売ってるし、うちが前住んでた家にもね、ドーンとあってね、あるよね、あるよって思ったけど、たまにあの首だけだったりするじゃんね、ま、そうそう、首だけ、首だけそこはいいのかいとかって思ったりして、そうなんですよ ね、うん、ただね、なんかこう私たちにとってはそのファッションじゃなくてなんか概念的なものだから無限にもできないし、そうなんだよ、ちょっとせめて体はつけてくれよって思うよ、ちょっと違うなってね、うん、思いながら、うん、でも人気はあると思います。そうだね、すごいな、ね、あ、であとさ、外国のレストランとかカフェって店員さんがすっごい喋りません、うん、フランクな話しかけてくる、お客さんとしていた、いや、どっちもどっちもある、あの話しかけてくるもあるし、あとそう店員同士も話してる、そう、うん、あるかもね。なんか普通に食事してたりしますよね。あ、するね、確かに携帯いじってたりとかね、うん、うんうんうん、そうだね。でもなんかそのコミュニケーション力がいいなって思ったけど私はね。むしろね、それがね、うん、仕事の大事な部分らしいですよ。会話とかそのお客さんにフレンドリーに接することを、あ、うん、ちゃんとやってくださいって言われるらしいですよ。そうなんで、リピーター増やすためにかしらね。うん、でももうリピーターというかもう必ず話しかけてきますよね。なんか、うんうん、まあ美味しかったですかとか、うんうん、ね、機械的な感じ。うんうん、機械的じゃないけど必ず言われて、まあ、うんうん、こっちもできるだけだから会話を盛り上げようとしますね、うん、あ、もうそういう文化なのかな、やっぱり文化、文化だと思う、うん、逆に文化で言うとさ、うん、日本は礼儀正しいというかさ、あのレストランとか、まあ、カフェとかでもグラスとかお皿ってたまに割れるでしょ、どこでも、うんうん、でビクってするじゃないですか、やっぱり、うん、急に来るから、うんね、うんうんうん、ビクッとしたけど誰もなんか店員さんもへへーって感じで割れたみたいな、外国だとね、うん、
日本だとなんか申し訳ございませんでした、そうあるある、うん、失礼しましたとかね、そうそうそう、まあそんな謝らなくていいけどって思うけど、うん、なんかすごいびっくりさせといて何事もなかったかのようにへへーってされるとちょっと一言欲しいなと思って、うん、なるほどね、一言あもうちょっと気をつけようよみたいな、そうね、でもまあそうだね、もしローズがそのカフェのオーナーだったらちょっとこうビシッとしそうでね、なんか外国でもねでもね難しいですね、そうそうそう、なんて言ったらいいんだろうね、私もそこまでこっちの文化が分かるわけじゃないけど、まあ店員さんには言うでしょうね、気をつけてください、そうそう、これはね仕入れ値がいくらしてるからねみたいな感じでさ、あ言いますねあんまりやったら給料から引かないとですね絶対ね、絶対ローズのポケットいつもちっちゃいあの電卓入ってるよね、そしたらそうだよね、みんな、うんうん、算数に強くなるわけや、そこの従業員はやっぱりね、経営者はやっぱそういうのやらないといけないんですよ、うん、そうだね、なんかね、うん、小言も言いたくないけど、うんうん、私がやらなかったら会計時に言われるしね、そうだねそうなんですよ、そうだそうだ、逆にさとこさんがオーナーだったらどうかな、うんうん、私がねオーナーだったらね、まあおおらかよ、だって私も飲んでるからオープンと同時に飲み始めてるからそういう店、そうそういう店よ、もうそういう店で、それでね、もう結構うん、そうそう、でインテリアとかもあのなんだろうな、結構まあ自分の好きなテイストで揃えちゃって、だから食べ物はね、まあ、適当でいいの、もう私は食べ物の管理はそこまで、うん、あのする気はなくても、適当に乾き物とかナチョスとかでもいいんだけどさ、それで、適当適当いいの、でもみんなが、まあ、なんなら持ち込みもいいのね、それでみんながなんていうのかな、あの居心地のいいか、いい空間でいてくれればよくって、じゃあ私はどこで儲けるかっていうと、そのインテリアとかね、仕入れた家具とか食器とかは、うん、もうねその場でもしお客さんが気に入ったら買えるわけ、うん、そのいいね、持ち帰り OK、 お金払ってくれたら、そう、そしたらさ、私もなんかさ、ずっと同じ食器とかインテリアじゃなくて買い替えなくちゃいけない、あ買い替えないじゃないけど、ついでに追加していかなくちゃいけないでしょ、うんうんうん、だからさ飽きないかなと思って、あの飽きないだけになんか一石二鳥にも三鳥にもなりそうね、あれ、うん、ちょっと待って、あの今のスルーしないでこう、うん、スルーって流れていった今、もう一回言おうか、うん、うんってえ、なに、うんってやばい、あ私はね、その新しいインテリアとか食器をね、あの、うん、ほら買え、あの常にあの買うことによって飽きないかなと思ってさ、飽きないだけに、そう、てててん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 、皆さん気づいてたのかな、私は気づきましたよ、もうこんなに顔真っ赤にしてるの、なんかもう恥ずかしいぐらいですよ、逆にローズが笑わないことにめっちゃ笑ってしまいましたけど、うん、私もあれ今そう見失ったと思って、そう私もあもしかしてなんかこうテクニカルなあれかなとかなんかこう音声が届いてなかったかなとか思ったんだけど、若干テクニカルあったかもしれないですね、ちょっと外見てました、外テクニカルじゃないそれ、そうそう、おいおい自分のその意識のあれをテクニカルに持ってったぞこれそう、いや、自然だったってことよ、じゃ あそうかそうか、いいのか、はい、でもまあそんなねお店いいじゃないと思って、いやいい、なんかいいなと思ってやろうよ、私ね、だって、うんうん、私カフェオーナーつとまる気しないですもん、あそう、なんで、うん、すごい、もうなんか自分がやったらすっごい大変そう、うん、まあ飲食は絶対大変だっていうのはあるよね、うんうんうん、だってほら、うん、自分が飲んだら私ダメだと思う、あうんでもの 飲まないでやらなきゃいけないもんね、そうそうそう、飲まないでやるのもきついじゃない、うん、飲む好きだから、うんうん、でもちょっとさとこさんみたいなコンセプトだったらちょっと楽しそうだなって今思いながら聞いてたから、うん、そこのね、うんうん、ジョークのとこにこう目がいかず内容がいいなと思ってた、そうだね、そして空を見てたんだもんねそうそう空、あの正確に言うと息子がちょうど帰ってきたので、帰ってくる、あ、そうか、さっきから見てたんです。あ、よかったよかった。そうなんだよ。よかったよかった。タイミングの問題でした。はい。はい、そうでしたね。そうだよね。でもね、さとこさんはね、ほら、あの日本の居酒屋も好きっていう話ですもんね。
大好きだった私、うん、あのなんだ日本で働いてる時に、まあ、そのやっぱり帰りに同僚たちとその居酒屋で飲んで帰るとか全然好きだったよ。飲みニケーション万歳世代私さすが。あ、まあ、うん、あれ世代って言っても近いもんね、うん、まあなんだろうな、お店居酒屋が好き、うん、その飲みニケーション文化が好き、どっちも好き。居酒屋で食べてるのも好きだし、うん、居酒屋でいろんな食べ物を食べれるのも好き、うん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 、なんかさ居酒屋の食べ物って家でも食べれるものばっかり出てこない？ほらそうだよだからねそうだよ、ね、そうだよいいの？全然いいじゃん。居酒屋で食べるとさ、うん、3割増しで美味しく感じるじゃん。ものによるかな。私そう家で食べれないもの食べたいもの、どっちかというと。ああそういうことね。だからあの海外だとあんまり和食行きたくならないんですよ。そうね、そうなんだ、うん、家で作るから。うん、うん、家で和食は作るから、うん、自分で作れないもの食べに行きたい派。なるほど。あ、じゃあ日本の居酒屋はそんなに好きでは、まあ、ないまあ日本に帰ったらまあなんかやっぱりね、あのちゃんとした居酒屋さんってないじゃないですか。だから、うん、海外にね、こんなのもあったなと思うけど、うん、なんだろう、あのやっぱ日本にいた時まだ若かったから、あの、うん、安いチェーン店のイメージなんですよ、うんうん、居酒屋さんというと、うん、そう全然チェーン店だったよ、うん、あ本当。なんか、うん、なんかさビールとかあんまり美味しくなくない？ビールに美味しさとか求めてないもん、そのコミュニケーションとか居酒屋でそうか、なんかね、うん、そっか、うん、クオリティはね大して求めてないよ、そう居酒屋の。そっか、でもなんか行きたいな、さとこさんと日本で。うん、いいね、りさんも一緒に行こうよ、じゃあ埼玉、うん、そうね、そうだね、行きましょうよ。ビールまずとか言ったらごめんね先にもエビス、エビス、あモルツだっけ、モルツありますかとか言ってさ、そうそう、なんかね、もうちょっとお店にしようよ、じゃあ、あのほら、あの入れる機械も、うん、なんか洗浄が甘いとなんか変な味するんでしょあれ、それも文句言いながら飲むんだよ、こう洗浄甘いなここのはとか言いながらさちょっととか言ってちゃんと洗ってるとか言いながらさ、言いながら飲むんだよ。さとこさん、日本で行きつけとかあったんですか、行きつけの居酒屋さんとか。行きつけとかはね全然あのないですけど、基本的に職場の近くとか、うん、そういったところではありましたけど、うん、そうでもいいですよ、やっぱりなんか、うん、まあ、安いしさ、そうそう長居もできるしとか、うん、それで言うとさ、なんかすごいおでんが食べたくなってきた。食べたい。あ、おでんいいね、季節だね。おでんは美味しいよ、うん、季節だね。あの覚えてる、さとこさんの金沢でさ一緒に食べたおでん。はいはい、食べましたね。あれ美味しくなかった？いや美味しかったですよ、金沢おでんですよ、リサさん。ね、私ね多分あの時初めて金沢おでんを食べたと思うのよ。いやそりゃそうよ、私だって金沢その日その日になって初めて金沢っておでん有名やったんやって思ったの。そうそうそう、 そもそも知らなかったぐらいよね。知らない知らない知らない。確かね、うん、夜ご飯の時間ぐらいになってきて何食べようかっていう話をしてて、うんうん、金沢って言ったら何があるかねって言って金沢牛、うんうん、とかそのね、うんうん、その辺から行って、うん、もう金沢牛はなかなかちょうどいいお店がなかったんですよ。で確か近くになんか金沢おでん、おでんも有名らしいよみたいな感じで入ったところがすごい当たりだったのね、うんうん、そうだね、美味しかったもんね。美味しかった、うん、ほんといろんな種類があって選ぶのになんか迷った気がするよね、うん、なんかオフとかだっけ。オフもあったあった、うん、食べたことないような。うんうん、あと何か 貝とか入ってるんですって。貝も入ってたっけ、うん、貝入ってたのかな。なんかね、だしも効いてたよね、確か美味しかった、うんうん、なんかそうみたいですね、うん、なんかかんかな、そのお醤油のなんかやっぱりその甘みとかまろやかさがやっぱり、うんうん、あの石川県、金沢の石川県のは、うん、九州系よりまろやかなんですってだと思うんですよ、うん、らしいです。で関西はそのまろやかさと甘みが一番、まあ、あっさりしてるからね、一番薄いから、うん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 、
あれなんだけど、あっさりしてるけど、まあその多分一番あれなんだろうね、味がしっかり出てるのが金沢さんなん、金沢おでんなんだと思いますけれど、もういいな、食べてみたい。うん、ぜひぜひ東京の方にもあるんじゃない？うん、ね、あるかも。ありますよきっと。そっか、おでん食べたいな。うん、もう売ってるでしょコンビニで。そうね。ああそうだよ、コンビニにあるんだ日本は。そうだね。あるんだよ。コンビニのも結構美味しいよね。全然美味しいよ。全然美味しい。うんうん、私なんか結構買っちゃう。うん、私も買う。日本行ったら絶対買う。なんか1個だけとかね、2個だけとか買えるのがちょうどいいよね。作るといっぱい作んなきゃいけなくなっちゃうから。そうそう。おでんで何の具材が好き？私餅巾着一番好き。あ、同じ。私も好き。うん、巾着好き。餅巾着？うんうん。私はねすごいなんかあのストイックみたいだけど、大根と白滝と卵ですね、うんうん、もう定番は。ストイックなぜかわかんないけどそうだね、大根は外せないよね。大根もいいし、うんうん、そうだね。あとあのじゃがいもも好きだな私、おでんに入ってるじゃがいも。じゃがいも入ってないと思う。じゃがいもないかい？じゃがいもたまにあるね、うん、あのコンビニのにはね見るけど、うんうんうん、あと牛すじぐらいかな、うん、あー牛すじね。牛すじってさ関東があるんだっけ？関西があるんだ。一個あるんじゃないの？あ、そっかそっか。いやなんかほらちくわぶはさ、うん、関東にしか、東京ですよね。なんか、あ、そうなんだね。関東にしかなくてとかそういうあれだよね確か。そうなんだ。へえ、ちくわぶはそう。ちょっとお腹空いてるときは結構ほらもううどんみたいなもんじゃないあれは。そうだね。そう、でかいうどんだもん。うん、そうそうそう。なるほど。うん。でもちくわぶのね美味しさはなかなかわからない、あの、うん、九州人には。うん、でも確かにね。あ、そっか。まあうどんみたいな確かにね。そうそうそう。うん、ちくわならね、うん、いいんだけどさ。ああそうだね。うんうん、うん、いいね。そうよ、うん。外せないよね。マカオはさ、おでん屋さんあるよね、はい、日本の。え？あ、日本の日本人の方がやってらっしゃる。え、本当知らない。嘘、どこですか？後で教えます。すいません、お願いします。ありますよ。はい。なんでね、食べたくなっちゃいますよ。リスナーの皆さんも多分今よだれが出てる頃かと思いますけれども。まあ今回はね、そのカフェ、レストラン。バー、レストランカフェについて話してたんですけどね、はい、あの佐藤子さんの方で、うん、あの、はい、世界のユニークなお酒っていうのもねちょっと調べてきてくださったんですよね、はいはい、そうですね、はい、やっぱり、うん、まあ、皆さんねご自身のお住まいの地域はいろいろ知ってるかと思いますが、それこそほらベルギーのねビールとグラスがセットなんだよっていうのも知らなかった方もいらっしゃるかと思いますけれども、うん、なんかいろいろやっぱりその地域地域の特色が出ているものがあってですね、うん、例えば、はい、例えばねやっぱり北の地域、まあ、それこそほらロシアとかだとボッカなんか有名ですけれども、例えばポーランドとかはスピリタスっていう、まあ、このスピリ、それやばいやつでしょ。やばいやつですかね、うん、95度という世界一のアルコール度数のお酒がポーランドのボッカスピリタスですとかね、すごい、うんうん、なんかじゃがいもと穀物類を原料とした蒸留酒みたいですよ。やばいじゃないですか。っていうものだったり、タバコの火でも引火するかもしれないって、うん、しちゃうね多分ね。そうでしょうね。だって 95% いかなくても結構アルコール度数が高いウォッカみたいなのってもう飲んでるそばからなんかクワーって蒸発する感じするじゃないですか、うんうん、すごいんじゃない。消毒できますね。そうだよね、できますよね。消毒ね。できると思うね。例えばなんかコロナの初期にさ、うん、あのアルコールが売り、うん、あの消毒用アルコールが売り切れて、うん、なんかウォッカとかジンでできるとかなんかそういう説があったような気がする。あ、あってもおかしくないね確かに。ねえ、マカオなんかお酢がなくなりましたよね。お酢、あ、お酢だったっけ、なんかそういう、そっかそっか、消毒液ね、まあ、そういうね、はい、なるほどね、はいはい、あ、でちょっとまたお酒に戻りますけど、はい、あと結構あの若い子がよく皆さん飲むカンパリオレンジとかカンパリソーダ、
あのカンパリはどちらの国のお酒かご存知でしょうか。こちらはね、イタリアだそうですよ。イタリア語なの、はい、カンパリは。イタリア語なのかどうか知らないんですが、あの薬草やビターオレンジなどのエキスを抽出して作られている苦味のあるリキュールだそうですね。アルコール度数は 25% だそうですよ。でなんかもともと1860年代にミラノのバーテンダーガスパーレ・カンパーリさんっていう人が考案したんだって、うん、あ、お名前なんですね。で、うん、名前なんですね。でやっぱりこのルビー色のカンパリっていうこのやっぱ色も素敵だっていうことで人気を集めて、ダビデ・カンパリ社は世界的に有名になりましたと。そういうことだそうですね。そうなんですね。うん、そうなんですよ。あとじゃあまあ最後にね、じゃあ紹介するのはモンゴル。モンゴルと言ったらどんなお酒でしょうか。なんかちょっとなんかミルキーな。そうだよね。うんうん、確かにその通りです。馬乳酒、馬の乳の酒と書いて馬乳酒ですね、うん、馬乳酒は馬の乳を原料とした醸造酒ですが、ヨーグルトのような乳酸飲料でもあるという珍しい飲み物だそうですよ。アルコール度数は低くてビタミンやミネラルが豊富に含まれていて、モンゴルの遊牧民にとってはエネルギー源や野菜代わりにビタミン補給に欠かせない飲み物ということです。へえ。そしてこれがなんと、うん、に私 の, あの大好きな飲み物とつながっていました、うん、あの皆さんの国民の飲み物、カルピスですね。夏といえばカルピス、はい。これはなんかその内モンゴルに旅をしたそのカルピスの創業者の方がですね、ここにヒントを得て開発したそうですよ、うん、カルピス。あ、でもわかるかも。この前ね、あの韓国料理屋さんに行って、うん、マッコリを飲んだんですよ、うんうん、はいはい。でそこのね、おかみさんがこれホームメイド、ホームメイドっていうわけ、うんうんうん、でね、飲んだらね、カルピスだった。あ、味が、ビタンさんで、すっごい美味しかったんですよ。あ、そうなんだ。いい、確かにね、カルピスをあれゼロから作ろうと思ったらああならないよね。なんかやっぱこういう確かに、ね、ゼロからはね、確かにね、うん、これね、発酵してるからいいんじゃないですか、うんうん、美容にもね、うん、そうだね、腸にもいいだろうし、ね、なんか甘酒みたいな感じなのかなと思って最初、うん、あ、そんな感じです、そんな感じですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。ね、なんかいろいろお酒のお話もできて、なんか意外と初めてじゃない？なんかこのポッドキャストで、うん、お酒をちょっと、お酒の話？ね、うん、そうかもしれないね。ね、なんかそう楽しかったです。というわけで今回ですね、うん、コラム振り返ってみようと思います。はい、今回のコラムは2021年6月14日。ベルギー在住のホーゲデワ陽子さんが書いてくださったコラム、アントワープ市民にこよなく愛される老舗レストランカフェエルフデヘボットというコラムから3人でおしゃべりしていきました、うん、そしてローズさん、はい、お知らせよろしくお願いします。はい、次回のテーマに関する質問ですね。次回の質問は、うん、飼っている犬種は教えてください。飼っている犬種を教えてください。または今飼ってない人は飼いたい犬種を教えてください、うん、こちらフェ、はい、Facebook、Instagram、Twitter の方で答えを受け付けておりますので、DM やとストーリーとかですね、うん、で、はいはい、ぜひぜひ回答をお寄せください。お待ちしております。はい、ではここまでのお相手はナビゲーターの本田理沙と、はい、事務局のマカオ在住シュウ・サトコとファウンダーの藤村ローズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトは www.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの詳細欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、
世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せください。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。